皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校1年生の算数何番目の学習内容です。それでは1年生の皆さん、算数の教科書は手元に準備できていますか？前回は10までの数について学習をしましたね。今回は何番目という順番を表す数について勉強をします。皆さんは幼稚園や保育園の時に遊んだ後必ず手を洗いましたね。その時に友達がたくさんいると水道の前に並んだことを覚えていますか？また運動会のかけっこの競争で自分が何番目だったか覚えていますか？今日はそのような順番を表す数について、どのように順番を数えたらいいかということを一緒に考えてみたいと思います。それでは28ページを開けてください。教科書の28ページには動物さんたちがかけっこ競争をしている絵がありますね。1番から5番までの順番を表す旗が用意されています。誰が1番になるんでしょうか？先生が犬は前から何番目ですかと質問しているのに対して、ゆうとさんが犬は前から2番目ですと答えていますね。ゆうとさんはどうして犬は前から2番目だと思ったんでしょうか？順番はどのように決めればいいんでしょうか？それを模型を使って考えてみたいと思います。まずはじめに大切になるのが、元になるところの前というのがどこにあるのかということです。前はどこにあるでしょうか？ここですか？ここですか？それともここですか？この絵の場合にはみんなが向かっている先、ゴールテープのあるこの辺りが前となりますね。それでは前から順番に順番を数えていきたいと思います。一人一本ずつ旗を渡していきますね。はい、そうすると犬は前から3番目ということになります。あれ、何かおかしいですね。皆さん、何がおかしいか気づきましたか？そうですね、このような数え方をすると最後の羊さんが順番の旗をもらうことができません。どうしてこのようなことが起こってしまったんでしょうか？そうですね、前という元にするところを1と数えたことにどうやら原因がありそうです。元にするところは1と数えずに、元にするところに一番近い人を1と数えると良いですね。もう一度数え直してみましょう。前に一番近いパンダさんが1、2、3、4、5。今度はどうでしょうか？今度は最後のパンダさんが5番の旗をもらうことができました。このように順番を表す数の最後の数は最後の人の順番だけではなくて全体の人の数も表していることになります。これも大切なことですね。犬はゆうとさんが言ったように前から2番目ということになりました。そうすると前のところには何も数がないことになりますね。皆さんは前回の学習でこんなことを学習したのを覚えていますか？数がないときには0
という数を当てるという勉強をしました。ここでも前のところに零という数を当ててみましょう。すると零という数は数がないということだけでなく、元にするところという意味もあるんですね。続いて教科書に戻ってみたいと思います。ラビちゃんがこんなことを言っていますね。犬は後ろからだと何番目かなと言っています。さっきは元にするところが前だったのですが、今度は元にするところが後ろに変わりました。これも模型を使ってやってみたいと思います。今度は後ろが元にするところになります。元にするところは零ですね。後ろに一番近い羊さんが1、2、3、4、5、どうでしょうか。犬は後ろから数えると4番目ということがわかります。先ほどは前から2番目だったのですが、今度は後ろから4番目になりました。元にするところを変えると順番が変わることがあるんですね。さあ、この5人の中で1人だけ前から数えても後ろから数えても順番が変わらない人がいます。誰でしょう。そうですね、答えはカバさんです。カバさんは前から数えても3番目、後ろから数えても3番目ですね。面白いですね。それでは教科書に戻ってみましょう。2つ問題があります。スズメは上から何番目ですか、水筒は左から何番目ですかという問題です。ここで動画を少し止めて皆さんも考えてみてください。どうですか皆さん、問題はできましたか。それでは答え合わせをしてみたいと思います。木の枝に鳥が止まっていますね。元にするところはフクロウさんの上です。フクロウさんは上から1番目、ハトさんが2番目、スズメさんは3番目ということになります。どうですか皆さん、できましたか。今度は運動会で使うものが椅子の上に置かれています。左からの左はどこでしょう。ここが元にするところの左です。赤い帽子は1番目、タオルは2番目、ハンカチは3番目、水筒は左から4番目ということになります。どうですか、できましたか。次のページを開いてみましょう。体育の時間に先生が前から4人目の人立ちましょうと言っています。この場合はどの人が立てばいいんでしょうか。前からですので、
ここが数えるときの元にするところとなります。前から1番目、2番目、3番目、4番目ですから、前から4人目といったときには前から4番目の人だけが立てばいいですね。それに対して今度は前から4人立ちましょうと言っています。前から4人と言われたときには前から1番目、2番目、3番目、4番目の全員の人が立つということになりますね。4人目といったときと4人といったときで立つ人が変わりますから、これは気をつけて言葉と数を使った方がいいですね。それでは同じような練習問題がありますので、ここでもう一度動画を止めて皆さんも自分でやってみてください。ぜひお家の方とやってみましょう。どうですか皆さん、練習問題はできましたか？それでは答えを合わせてみたいと思います。丸一番の問題です。前から2代目とあります。前はここですね。1代目、2代目ですから、この車が前から2代目の車となります。それに対して丸2番の問題、前から2台というのはどうでしょうか？前から2台ですので1番目と2番目の車を両方塗ればいいですね。丸3番の問題です。後ろから4台目とあります。今度は基準となるところが変わりますね。後ろから1台目、2台目、3台目、4台目、この車に色を塗ればいいですね。4番の問題です。左から3個目、元にするところは左ですね。1個目のトマト、2個目のトマト、3個目のトマトですので、このトマトに色を塗ればいいですね。最後の問題です。左から3個のトマトを塗りましょうという問題です。左から3個ですので1番目、2番目、3番目のすべてのトマトを塗ればいいですね。どうですか皆さん、練習問題はよくできましたか？それではこれで今日の勉強を終わりにしたいと思います。このように今日学習したように、身の回りには車や本などきれいに並んでいるものがたくさんありますね。今日勉強したことを使い、言葉と数を使って順番を表してみてください。それでは終わりにします。最後まで見てくれてありがとうございました。